はい、今緊急で動画を回しています。一度やってみたかったん。いやでもびっくりなんだけど、あのさ、うちらを含めてカードショップは結構カードのネット注文を受けてカード発送してると思うんですよね、どこでも。でその時に安いカードとかだとやっぱり送料も安くしたいじゃないですか。こういうミニレターっていうものを使ってるお店あると思うんですよね。このミニレターっていうのはね、このね63円の封筒なんですよ。でこの中になんだっけ、何枚まで、何グラムだ、50以下な、ほんのカード数枚とかなら全然いいんです。ただちょっとルールが激しくて結構その重くなっちゃったりするとダメですよとか結構あるんですけど、まあカードこういうカードにまあ何枚かぐらいならば送れますよってことで非常に重宝してます。はい、安いカードね、送るときはこれをいつも使ってるので、うちはいつも郵便局でこの100枚単位、100枚単位でだから100枚入って6300円だもんね、安いよ。これで、100件分発送できるんだから。買ってるんです。ヘビーユーザーです。もう定期的に行って、すいません。ミニレター500くださいとか言うと、大体、局員の人が、500? みたいな。まあでも、さすがにもう慣れたでしょ。もう何度も行ってるから。毎回行くたびに驚かれるのも嫌なもんで。で、この郵便、ミニレターを100枚単位で買ってたんですけど、今日ちょっとびっくりなんです。見てください。じゃん、何これ。ちょっとちょっと俺は買ってきてないんで、ちょっと買った状況を教えてもらっていいですか。状況、うん、これを渡されたの。今回からこれになりますって、うん、いや困りますって言った、ちゃんと困りますって言った。形が違うから、うん、これじゃなくない、これじゃないですよ。 うん、そしたら、うん、今回からこれになったんです。コロナの関係で、今更そう、ごめんなさい、ちょっと待って待って、開けてみていい、これ。同じものなのこれ。はぁ、もうなんか手間だよね。同じものだ、だから俺ってこと、自分で。マジでこののり付けののりとかいらないからさ、折ってほしい。あ、これをこうして点線に沿って折りなさいって。そう、これ1枚につき2秒ぐらいロスするけど、俺ロスする。これあ、こう、あ、まだ、や、どう、どこ、こうか、こうか、ちゃんと点線にね沿ってやってって。大きさが変わっちゃうとね、うん、また何、戻ってきちゃう。うざできたけど今。はい、これが新しいミニレターになるそうです。マジか。ちょっと紙厚手になってるよね、重さとか。なんか2枚重なってない。2枚、これ1枚なんで、あ、2枚だった。なんか紙厚手になってるからカード1枚分ぐらい送れなくなっちゃうじゃんと思ったけど、あ、一緒です、一緒です、はい、5回、うん、びっくりした、ちょっと。まあじゃあ今回はこうなるんで、はい、ということでした。研究に報告でした。はい、ミニレター使ってる業者の皆さんご注意ください。では。